七熊。俺は神林幸樹、32歳。今日10年勤めた一流企業を退職する。すみません、こちらよろしくお願いします。ははは、エリートの俺にはかなわないと諦めて辞めることにしたのか。彼は伊達課長、一流大学出身であることを鼻にかけ俺をずっと見下してきた。いえ違います、田舎にある実家の温泉旅館を継ぐことになったので。田舎の実家を継ぐとか、それこそ負け犬のすることだろう。退職日はいつ頃がいいですか？引き継ぎもありますので。お前の代わりなんていくらでもいるんだ。引き継ぎなんていらねえよ。負け犬はさっさと辞めて田舎に引っ込め。では取引先相手の挨拶や手続きなどもありますので、3日後に退職させていただきます。はいはい。あ、そうだ、お前里中とは別れたんだろうな。え、どういうことですか？里中がお前みたいな負け犬と一緒にいたら不幸になるだけだろうが。ま、田舎の旅館を継ぐなんて言ったらすぐに振られるだろうがな。俺が里中を幸せにしてやるから、お前は安心してやめてくれ。里中貴沙は今は別部署で働いている同僚で俺の恋人だ。伊達課長は貴沙に告白したが俺と付き合っているからと断られ、そのこともあって俺は伊達課長から嫌がらせを受けていた。貴沙とは別れていませんし、向こうでの生活が落ち着いたら呼び寄せて結婚し、二人で旅館を支えていくつもりです。では失礼いたします。神林さん、本当に辞めちゃうんですか？彼は山中伊月、俺の後輩だ。神林さんがいなくなったらこの部署はどうなっちゃうんですか？伊月、お前はもう新人じゃないだろ、しっかり頑張れ。俺、神林さんに仕事を教えてもらって本当に感謝してるんです。神林さんみたいな仕事できる男になれるよう頑張りますね。ああ、期待してるぞ。こうして俺は実家に戻り、旅館を継ぐことになった。うちの旅館には歴史がある。といえば聞こえがいいが、かなり古びており。うわ、雨漏り。ばあちゃん、おかみ、バケツどこ？はいはい。そん時はたらい置いとくんだよ。障子が破れてるし、畳は波打ってるし、戸は傾いてるな。布団もせんべい布団でタバコの焼け跡やシミがついとるよ。ほっほっほ。温泉までの階段が苔むしてカビが生えてる。浴室の床も浴槽も茶色くなってボコボコに変形してるな。はあ、今日も疲れた。あ、キサからだ。コウキ、元気にしてる？って、なんか顔色悪くない？大丈夫？ああ、問題が山積みでその対策に奔走しててさ。キサの方はどう？コウキが会社辞めてから毎日のように伊達課長が経理部に顔を出すようになって、しかも帰りにも待ち伏せされてるんだよね。え、大丈夫か？もちろん誘いは断ってるし、私には好機がいるからって言ってるよ。でもしつこくて。そうか、ごめんな。好機のせいじゃないよ。でも会社にいるのが嫌になっちゃって、早く好機のとこに行きたいな。俺もキサに早く会いたい。頑張るから。うん、待ってるね。それじゃあ。ま、待って、あの、俺はそのキサのこと大好きだから。え、コウキ、今まであんまりそういうこと言ってくれなかったのに。だって離れてるわけだし、キサを不安にさせてるかもって思って、心に思ってるだけじゃ伝わらないだろ。うん、嬉しい。私もコウキが大好きだよ。はは、照れるけど嬉しいな。だね。今日はいつもの作業を終えたら常連さんへの手紙を出して、午後からは業者さんとの打ち合わせに従業員とのミーティング、やることがいっぱいだな。俺が旅館のロビーを足早に歩いていると、聞き覚えのある嫌な声が響いた。よう、お前の働いている旅館どこか聞いて
わざわざ来てやったぜ。伊達課長、こんなボロ旅館ついだのか。ま、お前にお似合いだな。はあ、わざわざ俺をからかいに来たのか。こんなボロじゃ泊まる客もいないだろ。すぐ潰れるんじゃないのか。言い返したいけど、こういうのは相手にするだけ時間の無駄だ。本日宿泊のご希望のお客様でしょうか。はあ、こんなボロ宿俺が泊まるわけねえだろ。この近くの高級旅館に予約入れて、お前のボロ旅館を見に来ただけだ。そうですか。ではこちらも多忙ですので、お帰りいただけますか。里中さんがお前の継いだ旅館がこんなオンボロだと知ったらドン引きするだろうな。さっきはこの旅館に来たことがありますし、俺と一緒に旅館を支えたいと言ってくれています。はっ、里中さんは俺が目を覚まさせてやるよ。そしたらお前は一人ボロ宿で惨めな生活をするんだな。それから3ヶ月後、俺はキサを迎えに行った。キサ、苦労させることになると思うけど、どうか俺とこれからの人生を一緒に歩んでほしい。結婚してください。嬉しい、コウキがそう言ってくれるの待ってた。これから一緒に頑張ろうね。ああ、ありがとう。それからさらに3ヶ月後、俺は感慨深い思いを胸に旅館を見つめていた。ついにこの日を迎えたか。おい、里中さんに会いに泊まりに来てやったぞ。そろそろこのボロ旅館にもお前にも愛想が尽きてる頃だろうと思ってな。伊達課長、申し訳ありませんが、当館は本日より閉館となっておりまして。やっぱり潰れたか。改装して大きくするんです。は？伊達課長、何しにいらしたんですか。私ははっきりあなたと付き合う気はない、後期と結婚すると言ったはずです。こんなボロ旅館改装して大きくしたところで客は見込めないぞ。神林なんかより俺の方が君を100倍幸せにできる。ボロ旅館って、確かにこの旅館は古くてところどころ傷んでいますが、閉館前だって多くの人に愛されてきたんですよ。勝手なことばっかり言わないでください。俺があの会社で10年間働いていたのは、代々守り続けてきた旅館を改装して新しく生まれ変わらせたかったからです。みんなにもっと居心地のいい空間を提供したくて。優しい孫を持って本当に幸せじゃ。おばあちゃん、おかみ、しかもこんな美人でしっかり者の若おかみまで迎えて、この旅館はこれからも安泰じゃ。私もこの旅館の再建のために若おかみとして勉強する毎日です。東京の暮らしにも伊達課長にも全く興味ありませんから、どうぞお引き取りください。くそ、どうせ改装したところで経営が行き詰まって潰れるのがオチだ。俺と咲が絶対にそうはさせません。そうやってたわごと言ってるがいいさ。じゃあね。はぁ、塩まいておこうかしら。さあ、まだまだやることはたくさんあるから頑張らないとね。うん、咲、俺のところに来てくれてありがとな。まだまだこれから貢献するつもりなんだから、旅館をリニューアルして成功してから言ってよ。そうだな。今日から旅館の改修工事が始まるはずだったのだが、事件が起こった。あれ、どうして業者さんが来てないんだろう。遅れてるのかな。電話してみたら。うん、あの、本日より旅館の改修工事をお願いしている神林ですが、業者の方がまだ来られていないようで。神林様ですね、少々お待ちください。あれ、神林さんに連絡入っていませんか。うちの親会社からそちらの旅館の工事は別業者にやらせることになったって言われたんですけど。え、そんな話聞いてませんけど。あの、親会社の名前と連絡先教えていただけますか。こちらから問い合わせてみます。わかりました。親会社は伊達建設で、連絡先は。そう言われてピンときた。伊達課長の親は建設会社の専務だと聞いたことがあった。確か彼の叔父が社長を務めていたはず。
卑怯なことしやがって。今から別の建設会社に依頼すると、打ち合わせや材料の手配に時間がかかり、リニューアルオープンに間に合わないかもしれない。こうなったらあの人に頼むしかないな。翌日、俺は久々に東京に来ていた。上京して10年、都会の空気に慣れたと思っていたはずなのに、澄んだ空と清々しい空気の田舎が恋しくて仕方ない。よし、行くか。社長、わざわざお時間作っていただきありがとうございます。ここは俺が元いた会社の社長室。実は社長は祖父と親友で、ここで働くことになった経緯も祖父からの紹介だった。これを知っているのは社長だけだ。コウキ君のたっての頼みだからな。それでお願いっていうのは何だったかな。はい、伊達社長とは取引先としてだけでなく、ゴルフ仲間としても懇意にしてるんだ。彼は正義感が強い男だから、聞いたら放っておかないだろう。私に任せてくれ。さすが社長、顔が広いな。ありがとうございます。社長直々に料亭に呼んでいただけるなんて光栄です。実は君に話があってな。会社じゃなんだからとここに来てもらったんだ。忙しいところすまなかったな。忙しいだなんてとんでもない。もちろん会社のために日々業績を上げる努力をして毎日忙しく働いておりますが、社長のためならいつだってお時間を空けますので。今日は他にもゲストを招いているんだ。ナオト。え、おじさん。失礼します。なんでお前がここに。その理由を一番よく分かってるのはナオトじゃないか。神林さんの改修工事を弟に頼んでキャンセルさせたそうだな。え、あ、それは。お前にも呆れたが、専務であるはずの弟がそんなことをするとは、本当にがっかりだ。あいつは降格処分にしたからな。え、そんな。当たり前だろう。せっかく信頼して請け負わせていただいた仕事をキャンセルするなんて、我が社の信用問題に関わることだ。反省しろ。すみません。私は旅館の先代とは親友でね、旅館がリニューアルする日を心待ちにしているんだ。それをまさか我が社の社員が妨害していたとはね。え、申し訳ございませんでした。父親同様、君は降格処分に加えて北海道の支社で働いてもらうことにしたよ。あそこには厳しく鍛えてくれる上司がいるから、教育してもらうといい。そな。ほら、お前はまだ謝るべき肝心な相手がいるだろうが、ちゃんと誠意を持って謝罪しろ。う、悪かった。誠意が感じられませんね。そうだ、子会社の配送センターに出向ということも。神林君、私が全て悪いございました。大変申し訳ございませんでした。伊達課長、今後は旅館にも俺にも貴様にも一切関わらないでください。こうして旅館の改修工事は無事に再開される運びとなった。今日旅館がリニューアルオープンする。神林さん来ましたよ。お、伊月、遠いとこわざわざありがとな。そんなの当たり前じゃないですか、俺と神林さんの仲なんだから。あらあら、焼けちゃうわね。あ、キサちゃん、婚約おめでとう。結婚式楽しみにしてるね。伊月とキサは同期で、それをきっかけにキサと知り合った。ありがとう。でもね、旅館のことで手一杯で、結婚式の準備がなかなか進まなくて。ごめんな、毎日忙しいもんな。いいの、今は旅館のことが何より大事だもん。それにしても立派な旅館ですね。本当によくあのボロかった旅館をここまで改装できたものだ。社長。実は社長は俺の祖父の親友で、この旅館の常連なんだ。だから昔の旅館のことをよく知ってる。いずれは旅館を継ぐつもりだと聞いていたから出世させなかったが、本当に君を失ったのは会社として大きな損失だよ。そしてコウキとキサさんを得たのは、うちの旅館として大きな利得でしたわ。フォッフォッフォッ。
おかみ、この度は旅館のリニューアルおめでとうございます。国尾さんはどちらに？孫が旅館継いでくれて安心だって引退して将棋指しとりますわ。それじゃ一曲ご相手願おうかな。喜びます。ささこちらへどうぞ。お、続々とお客様がいらっしゃったぞ。張り切ってお出迎えしなくちゃ。この日新しく生まれ変わった旅館を大勢のお客様が喜んでお祝いしてくれた。これからこの旅館はますます多くの人に愛されることになるだろう。そして俺たちは、キサ、幸せになろうな。うん、幸せになろうね。結婚して晴れて夫婦となった。サラリーマンだった俺がボロボロの温泉旅館を継ぐと伝えたあの日、女将になって俺を支えたいと笑顔で言ってくれたキサには感謝しかない。キサが俺の元に嫁いでよかったと思えるよう一生大切にしよう。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。